パソコンの TFT 液晶ディスプレイ TFT 液晶、また白膜トランジスタ液晶は、白膜トランジスタをスイッチング素子として使用する表示素子であり、液晶ディスプレイや薄型テレビに幅広く使用される。アクティブマトリックス駆動方式の透過回路1、TFT2、表示電極3、コンデンサ4、共通電極線へ、フット線の部分が電圧が加えられている。 横方向に走るゲート電極線と縦方向に走るソース電極線の交点に TFT と呼ばれるフェットが配置され、2本のバス線がフェットのゲートとソースに接続されている。フェットのドレイン側にはサブピクセルとなる液晶電極、そしてコンデンサがつながれ、これら2つの容量性素子の反対側は共通電極になっている。 ゲート電極線に加えられた電圧によって、それに接続されている一列分すべてのフェットが ON 動作となることで、ソースとドレイン間に電流が流れ、その時、ソース電極線に加えられているおののの電圧が液晶電極にかかり、コンデンサには電圧に応じた電荷が蓄積される。ゲート電極線は一列分の充電を終えると、電圧の因果は次の列に移り、 最初の1列分のフェットはゲート電圧を失って、オフ動作となる。最初の1列分の液晶電極は、ソース電極線からの電圧を失うが同時に、コンデンサに蓄積された電荷によって、次にゲート電極線が選択されるまでの1フレーム分の、時間、必要な電圧をほとんど維持できる。コンデンサの共通電極線は隣接する、サブがそのゲート電極線で代替することがある。 このように TFT をスイッチとして使ったアクティブマトリックス駆動方式ではゲート電極線によって同時に多数のフェットへ電圧を加えることができるので膨大な画素にも対応できコンデンサによって表示を維持できる TFT 画素の模式図1ゲート電極線2ソース電極線3ゲート電極4ドレイン電極5絶縁膜6アモルファス C コンソー 7N アモルファスシリコン層八8、絶縁膜9、蓄積電極10、絶縁膜11、表示電極12.1つのサブセル蓄積電極への配線を隣のゲート電極線と兼ねることで製造工程を簡略化した負荷容量型を示したが蓄積電極専用の配線を持った構造もある。つの例では正方形に近いが三色のカラー表示の核、サブセルは 通常は細長い。以前は複数の液晶表示素子があったが、現在では携帯電話や携帯情報端末、携帯ゲーム機等に幅広く使用され、現在では実質的に液晶ディスプレイと同義的になっている。TFT を構成する半導体の組成には普及したアモルファスシリコンと開発が進んで実用化段階にあるポリシリコンがある。 画面サイズの比較的小さな液晶パネルでは、開口率を上げるために絶縁膜を挟んで、隣のゲート線上との間にコンデンサを作る、負荷容量型が多い。フレーム反転の4方式1、フレーム反転駆動方式2、行ライン反転駆動方式3、列ライン反転駆動方式4、ドット反転駆動方式液晶パネルの代表的な5、 方式左が因果電圧のない状態右が因果電圧のある状態アクティブマトリックス駆動による液晶パネルには以下の方式がある。単純マトリックス駆動と同様にアクティブマトリックス駆動と組み合わせても多く利用されている。生産技術が確立され比較的安価である。また特別な工夫をしなくても高い開口率が得られるため表示が明るくなり同じ表示輝度であれば バックライトの消費電力を削減できる。応答速度も8から15水程度とそれほど遅くはない。2020年代には応答速度が1水以下のものも登場しており、ゲームなどに向く。短所は視野角が狭く式の変異が大きい。画質よりコストや低消費電力を重視する用途に用いられる。 2000年代頃までは廉価なノートパソコン向けであったが、2010年頃からは画質も向上し、ほとんどのノートパソコンで TN 型となっている。また、視野角の狭さが簡易なプライバシーフィルターの効果を持つことから上位機種でも積極的に採用するメーカーもある。2020年頃にはゲーミングモニターといわれる応答速度が非常に速いモニターが多く、 市場に出回ったが、これらの多くは TN 液晶である。IPS 型では、電極は一方の基板の面内方向に配置している。電圧を無印化の状態では、液晶分子はねじれずに基板面に対して一定の水平方向を向いている。電圧の印化時には、電解が面内方向にかかる縦液晶分子が90度、水平に回って電極に沿って並ぶ。 無印化と印化で液晶分子が面内方向で90度回ることで2枚の偏光フィルムとの間で透過、遮蔽を作り出す。液晶分子同士が並んだままで回転できるため反応が早く特に中間調の応答が良い。見る角度にあまり影響されず視野角が広いという特徴がある。回転は 電極を櫛型に配置することで実現されるため、半導体技術を用いるアクティブマトリックス駆動でのみ用いられる。液晶廃光が基板に対して垂直方向に立ち上がることがないため、視野角が広い。視野角特性が良好なため TBE 用途トで多く、用いられるが、反面、開口率を上げにくく表示が暗くなりやすい。正面表示でのコントラストを高めにくいといった課題も、 ある。場型では、負の誘電率違法性を持った液晶分子と垂直配光膜との組み合わせで、無印果時には液晶分子が画面に対して垂直になり、印果時には液晶分子が画面に対して水平な配置となる。見る角度に関わらず比較的良好な視野角と高いコントラストが得られる。8から15水程度の応答速度になる。OCB 型は、 無電解時には液晶が球状に配列し、電圧因果時にはほぼ直線状に並ぶ。球状から直線状に変化することで発生する液晶の流れと液晶分子の配向の変化が互いを阻害することがなく配向の変化が液晶の流れを加速するように働くため3から8、水といった高速応答性を持つ、光学保証フィルムを必要とする。視野角も広く、低。 摂氏20度といった低温環境でも応答性が、それほど損なわれないが、まだコストに課題があり、放送機器用や車載用での採用が多く、大画面は存在しない。ありがとうございます。